来たぜ、うつろの夜。毎回毎回騒がしいのは気に入らないが、こうしてバカどもが集まってくれるのは俺にとっちゃ好都合だ。少し能力に目覚めたくらいで調子に乗っちまってる勘違い野郎どもよ、一人残らずぶちのめしてやる。俺様自慢のブラッドスパイクでな。その中でも今回のお目当ては最強と名高いまばゆき闇のヒルだ。どこにいるのか知らねえが、すげえ力の高まってる方大体わかるぜ。ま、そのヒルだってのを知ってる奴に出くわすまで全員ぶっ倒していきゃいいしな。トップ倒してはいおしまいってのも味でねえよ、楽しまねえとね。アムネジアだかなんだか知らねえが、無能どもが大量に群れてギャーギャーと心底うざって、リヒトクライスってのだけでもブチギレそうだってのにな。パラドクス、てめえが根城にしてるうつろの夜の侵入、そこをお前らの墓標にしてやるぜ。待ってやがれよ。ポイーす、軽くひねってやんよ。ファーストクローズディバイド。今あれセカンドクローズディバイド。我、シストも死せず。ファーストクローズディバイド。行くぜ、うん、カッター、行くぜ、俺、行くぜ、俺、行くぜ、俺、狙撃、よろ、ネコちゃん、マジでカッター、狙撃、やがら、これ、やがら、くそ、ダメだ。敵、あの太鼓たち。セカンドクローズディバイド。そして、やったぜ、ゼロ、チョコプラ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 、てめえみてえのがいるから、うつろの夜の徘徊はやめられねえんだよ。おい、そこの角出しみてえな格好したガキ、てめえもこの夜の元をうろつく身の程知らずか。
あ？なんだよお前こそ真っ赤人みたいな格好しやがって。全身赤くして威嚇でもしてんのか。ハサミでも広げてみろってんだ。ま、このクソガキ、面白いこと言ってくれるじゃねえか。この俺のブラッドスパイク唯一の欠点をはっきりだよ。心臓気に入らぬ野郎だ。ぶっ飛ばしてやんぜ。お前リヒトクライスの人間じゃないよな。絶対パラドックスの手先ってわけでもなさそうだし、単なる喧嘩やか。はぁ、あ、リヒトクライス、パラドックス、はぁ、あ、そのムカつくクソ野郎ども、これから俺がぶっ潰しに行くとこだ。俺の視界内に入った生意気な奴らは全員ぶっ潰してやるよ。この夜の戦い、なんだか重苦しい理由ばっかりで少し嫌気がさしてたところだ。いいぜ、こういう単純な理由の喧嘩は俺も嫌いじゃねえ。上等だ。その潔さに免じてこればっかりしてやるぜ。ファーストクローズディバイド。ちょっと離せ。やめてくれ。そこだ。セカンドクローズリバイバてめえみてえのがいるから、うつろの夜の徘徊はやめられねえんだよ。あなたには犠牲になってもらう。後悔してももうせえ。ファーストクローズディバイド。セカンドクローズリバイバル。カみんな、カーマン。クソすぎる。てめえ程度のクソがこの俺に歯向かうんじゃねえよ。
様がお相手だ。後悔しても、もうせえ。ファーストクローズディバイド。やってくれたな。セカンドクローズディバイド。てめえの世は知った思い知ったか。俺のが強え。それが現実だぜ。よう、お坊ちゃん、こんな夜にどうした？塾の帰りか？危ねえぞ、この辺は。行かれた連中が山といるからよ。そのようだな。お前の口から言われると、この上なく説得力がある。今宵は俺も先を急ぐ。くだらん喧嘩が目的なら、早急に片付けさせてもらおう。あーうあう、手っ取り早くて嬉しいね。やっぱそう来なくちゃな。俺は暇なんだよ。お忙しいとこ悪いが、ちょっと付き合えよな。両手に大層な獲物ブラブラさせやがって、この真っ黒ナマズ野郎が。ナマズか、可愛らしく呼ばれたものだな。腐ってもこのアサシ、もう少し凶暴な生物に例えてほしいもの。そしてそれなら、さしずめお前はマッカチンといったところか。自分を大きく見せ、相手を必死に威嚇するその様、そっくりだな。ま、てめえ、さっきの角出し小僧と何だ、流行ってんのか、そのマッカチンったら。流行っているかは知らない。率直な感想を口にしたまでのこと。それよりも、今お前の口にした角出し小僧というのにいささか興味がある。俺の探している憎き男の風貌に似ている。そのものにどこであったのか話してもらおう。なんだ、ナマズちゃんと角出しちゃんは仲良し小良しってか。安心しろ、角出しなら俺がたった今ぶっ潰してきてやったからよ。なんだと。ま、とどめまで刺しちゃいねえからよ。悪運が強けりゃ生きてるかもしんねえぜ。今からでもお見舞いに行ってやれよ。それとも地獄で集合の方が手っ取り早いか。お前程度に敗れる男であれば興味も失せよ。アメリカザリガニの調理法は知らないか。何、
茹でれば大抵食えるだろう。ファーストクローズディバイド。次は ザコはすっこんでる。ファーストクローズリバイド。セカンドクローズディバイド。いいね、その自分の弱さがまだ信じられねえって面。それだよ、その呆然とした面が見たかったんだ。相当を開始します。後悔してももうせえ。ファーストクローズディバイド。いくぜ。あれ時間がた。バティスタ、セカンドクローズ、リバイド。ファイナル、キッチンハイト。死になる。やりつぶせ。キッチンダメ。ファイナル、キッチンハイト。ダメ。ちょっと、マリンダメ。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 危ない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 危
クロリバイダいい勝負になるとでも思ったが、てめえと俺じゃそれはありえねえな。いずれの組織にも属さず誰ともつるまぬ、ここにして最強のインバース、カーマインプライム、お目にかかるのは初めて。じゃあ、え？てめえは強欲のハーベスターだったか。また面倒そうなのなっちまったな。見逃してやるからどこへでも失せろ。いやいや、このうつろの夜の深淵を前に俺がここにいる意味はわかるだろう。ここを進みパラドクスに会いたければこの俺を倒していけってな。こんなベタなこと最後まで言わせるなよ、恥ずかしい。かつてアムネジア最強と言われたてめえが今はパラドクスの犬か。番犬風情キャンキャンと吠えてんじゃねえぞクソ犬が。最強か、願えども遠く叶わず遥か幽玄に聞こえる甘美な響きだね。そこから逃げてきた今の俺には果てしなく不釣り合いな言葉でもある。さて、あんなバカ女でも割と大事な昔の仲間なんでね、お前さんが今深淵に立ち入ってめちゃくちゃに暴れるのは俺としてはいささか都合が悪い。だからやっぱそうこなくちゃな、強欲さんよ。めんどくせえ相手してやる。パラドクス相手のウォーミングアップにはちょうどいいだろうよ。ファーストクローズリバイド。いつ足元が遅れ、俺ボタンリバイド死ぬなよ。うわっ、いくぞ。
結構。てめえみてえに反抗的なやつこそ潰しがいがあるってもんだぜ。お前がパラドックスのヒュルだってなよ。俺のいないところで雑魚ども集めてよ。ずいぶん楽しそうなことしてくれてるじゃねえか。そうね、その雑魚もこうしてまた一人集まってきてくれちゃってほんと楽しいわ。ちっ、言うじゃねえかこのクソ女が。その度胸に免じて特別丁寧にぶっ飛ばしてやっから、せいぜい抗え。あら怖いわね。あんたは誰の差し金なの？ここに来た目的は？ごちゃごちゃとわけわかんないことやるわ。てめえがこうしてクズども集めてお山の大将を気取って、それがとにかく気に入られ、だからぶっ潰しに来てやったんだよ。呆れた。それだけの理由でうちの兵隊みんな倒してここまで来たわけ？そうだよ、気に入らねえからぶっ飛ばすんだよ。違うか、言わせ。てめえだってずっとそうしてきたんだろうがよ。手にした力ぶつけ合って潰すか潰されるかが全てだろ俺たちは。違うのかパラドックス。確かに違わないけど、もう少し美学に沿ってエレガントに動いてほしいものだもん。でもこういう獰猛なワンちゃんは嫌いじゃないし、この私がその空いてる首元に特別丈夫な首輪でもプレゼントしてあげるわ。ファーストフロー、リバイド。そこだめ。行くわ。やってくる。そこだ。そこだ。かみつぶせ。まるで切る。まるで逃げる。カウント。まかせない。踊りやすさ逃げない。はい、やべ。行くぜ。セカンドクローズ、リバイド。逃がさないか。もったいない、集まってめえ。もったいない、集まってめえ。もったいない、もったいない、逃げない、逃げない、雑誌が止めなさい。行くわ。まるで強いか。レカンだ。ひどいか。ブレイクダウン。何でやんだよ。安心しろ、俺は女だろうと平等に殴ってやんね。女ってだけで許される程度のムカつき具合じゃねえんだよてめえは。どうしたよ、最強のリバースとやらがもうおれんねか。そんな、はるか英語の最短の高みを目指すこの私がこんなチンピラに負けるなんて。それだけ俺が強えって。これから向かう地獄の鬼どもにも伝えておけ。このパラドックスがこんなところで倒されるなんてあるわけがない。次こそ必ずあんたを這いつくばらせてやる。覚えておきなさい。
いいね、その遠吠え。キャンキャンと可愛いもんだ。いいぜ、いつでも来い。そしてこの俺を楽しませろ。何度だってぶっ倒してやるよ。その心が根っこから折れるまで。でよ、負け犬をいびるのも楽しいんだが、まだ言うのか。その扉の奥に何かある。てめえ全然良さそうなのかよ。扉って、あんた、そっちはやめなさい。そこをくぐったら、すべてを食われるわよ。何も知るか。俺を食うな。上等だぜ。誰もいねえどころか、なんもねえじゃねえか。封印、最短のゆりかご、永劫の眉が消えてる。そんな、どこに。なるほどな、そいつがてめえのよりどころか。その様子じゃ、本当に逃げちまった。アバよパラドックス、逃げたそいつに伝えておけ、次の標的がてめえだって。